やっちゃうよ。うん、大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、まあ徹底解説シリーズということで、今日はこのデッキをやっていこうと思います。まあね、まあなんでこのデッキかっていうと、今ねやっぱロイホグとかラバとあとねなんだろう。まあ、とにかくこれ一番大きい遅延系、このデッキは何だろう、遅延系の遅延、例えば遅延ロイジャイだとか、あの遅延スキャラって今めちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。それの明確なメタデッキなんですよ、これがね。なんで、まあね、そのメガナイターナポイで勝てるので、まあね、それをね見せていけたらなと。これは徹底解説シリーズといってね、まあ知ってる人はいると思うんですけど、まだね2本か1本ぐらいしか出してないですけど、このねメガナイトアナポイを使ったことない人とか、なんだろう、2、3回しか使ったこと、ちょっとしか使ったことなくて、ユニットの切り方もわかんないし、こういう時相手がこのユニット切ってきたらどうやったらいいかもわからないみたいな、どこに呪文も行ったらいいかもわからないみたいなね、初手何を出すのが正解なのかも分からないって人向けの動画ですね。俺がやっていって、その初手からあと終盤ね、こうやってユニットを出すとか、このタイミングで後ろからメガナイトを出すとか、そういうのをねちゃんと一つ一つ解説していって、やったことない人でもこの動画を見ればちゃんとできるようになるみたいな、そういう動画をね、やっております。ということでいきたいと思います。はい、ということで、いきたいと思います。よいしょ。まあね、このデッキ、まあとりあえずね、今の環境、何が来てもね、勝てるかなーって感じなんで、まあって感じですね。よいしょ。これ何かしら来たら、ザップ構えといて、コウモリが出るタイミング、ザップ早すぎる。わけえな、ライキ・ジョーンズ。で、これで、まあゴレつけてきたらこれでバンシーンっていって、まあエリポンとまあダクネってことはね2億パーゴレなんで、これで、はい、でこれでゴレに合わせてケツメがないとかな。そう、あのアド取られてたらインドラでいいんですけど、あのアド取ってない時にゴレに合わせてインドラだと、ゴレと端前当たる時にめっちゃ前行っちゃうんですよ。でやっぱ自分がゴレ側で考えてみると、ここのインドラよりここのインドラの方が処理しやすいじゃないですか、単純にね、単純に。なんでそうですね、でとりあえずあのインドラとエリキはこうやって離して、なんだろう、止めつつその呪文巻き込まれない位置にって感じでいきたいですね。はい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 。でこれでカウンターを決めていくと、ここはもうあのエリクサーゼロになるまでやっちゃっていいです。あのユニットが残ってたらね、ユニットが残ってたらこれこうやってもうエリクサがゼロになるまでいっちゃっていいですね。でここでダメアドとエリアドも取って、ここでねどうしようかなって感じなんですよね。相手がエリポン置くかゴレ置くかの2択なんですよ、これ。なんでポイズンは絶対切れなくて、エリポン置かれた時何も穴掘り切っちゃったんで、今何もできないんで、まあケツメがないとかな。相手はここでエリポン切ったら俺がバンバンバン端前ぶっぱしてぶっこう、あの倒すことができるので、そうですね。でこれゴレに合わせてインドラを前につけていきます。あの先行しない程度にねつけていって、はいはいはいと、よいしょ。でこれで遠距離出してきた遠距離ユニットに対して穴掘りを出そうとしたんですけど、まあ AY って感じですね。とりあえずこれで敵陣でもゴレを溶かしちゃうんですよね。でここで自陣で残りカスをエリキと共に処理って感じで、でこういう走ってくるやつを全部ドーン、せき止め、おいしょおいしょ。でまだここはもうちょっとエリを貯めて、こういうなんか出してきた時にいうのでしばき上げてから、相手のエリがゼロになった時に穴掘りを飛ばすと、こうすると確実に通るんでね。でポイズンぶっ放してあげて、ザップもぶっ放してあげて、俺を言って、まあ GG ですね。俺大事っす、俺は言いましょう、ちゃんと。よいしょ。って感じですね。まあとりあえずこれは言うても相性がいいんで、何しても勝てるみたいなところあるんですよね、正直。うんうん。なんで、そうですね。ペッカとかね、当たったらね、いい感じに解説できると思うんですけど、熱いな、やばい。
で、この手札では、初手切れるのが、まずこのデッキはザップ、シャーなしのザップか、U のか、サンガオか、おやおやおや、これネクストがザップなんで、これネクストザップじゃなかったら、あれですね、サンガゴ、エレキをめっちゃ遠目に出して、サンガゴとかで釣って処理した方がいいですね。あと相手なんかミスってんな。エレキとかがミスったのかな。うん、かわいいね。これ、やりゴブタゲ取ってから、多少ダメージ受けるっすけど、よいしょ。これで、ザップ回んねえか、まだ。ドン。止めれない。相手相当エリ使ったんでね、これ。ジャイなんですね。なんで、これこうだな。なんだろう、ガゴムレとかの相手の時って、エレキとザップをずっと手札に持つのが一番相手からしてうるさくて、相手がエレキとザップ持ってたら一生ガゴムレ使えないんですよ。なんで、あんま出したくないですね。ここは、ポイズン。で、ザップを他のとこに構えるって感じですね。OK。小物系ってエレキとザップあったら全部止まるんで、そうですね、本当に。ここで相手は、ジャイか。やってきたとて、あ、やべ、鼻がかい。やってきたとて、今、ガゴムレいないんで絶対突破できないですよね。とりあえず言うの。まあ、一本打ったときは、あとは、もう、芋って、自陣で受け続けて勝ちでいいんで、言うのとかあんま端前に出す必要もないですね。よいしょ。ちょっとやばいかな、まあ、正直メガナイトで全部止まっちゃうんで、体力高いんでね、別に。そう。で、あとは相手の勝ち筋としてはもう一回ジャイ回して、なんでこういうところで攻めちゃうのが大事ですね。ここで折られてもいいんですよ、正直。折られてもいいんで折るのが大事ですね。よいしょ。よしよし、オッケーオッケー、全然オッケーですよ。よいしょ、ウィンドラで処理。はい、こういうこと。こうして、こうしちゃえばもうね、小物が全部止まるんですよね。なんでこれで形を先に端前で作ってから穴掘り、これマジ大事です。スケムレが来るんで、今、おやおや、そっちに出しちゃったらもう勝てないでしょ。よいしょ。ってな感じっすね。はい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 。ちょっとすいません。ちょっとすいません、一回、あれで、チョキチョキで。あ、やばい。はい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 。はい、ということでやっていきたいと思います。まあ、ちょっとさ、もう、あれがやばいですよ。鼻のあれが。いやー、あっちいいな。あっちい。クラロやるとマジで熱くなる。もうね、マルチで温まりすぎたんですよね。よいしょ。これで、当てていって、これザップもちゃんと打つのが大事ですね。なんかで、なんだろう、普通にやったらやっぱ競り負けちゃう、ちょっと身に残るんですよ、やっぱ穴掘りといえどね。なんでザップ打つことによってタワーとね、そのユニットでダメージと遅延が入るんで、まあ、AY な感じになるんですね。でこういう時は待っていいかなと思うんですね、個人的には。出せるユニットがないんですよ。でしかもそんなアド取ってるわけでもないんで、ここはポイズン。ちょっと相手のレベルが低いな。でもまた相手はユーノとかを後ろから切ってくるか、待つか、これも。ティクティク、はい。まあ、相手に合わせるっていうのも大事ですね、結構。で、ウィザードが来るんで、ウィザードに合わせてメガナイト。こういう、なんだろう、コストが高いユニットに対しては、後ろからメガナイトで
合わせちゃっていいですね。でこれ無視、お尻に、あの後ろからね、お尻じゃないですね、後ろからメガナイトを出して逆サイに何だろう、無視できる、無視しても3分の1ぐらいもしくは半分ぐらい、エレキ切ったんでこうインドラ行っちゃいます。エレキ切った後は攻めインドラもありですね。バチコリ、相手からしたらバチコリしんどいですねこれ。あ、いいいい言うのそれ。これザップ入れてあげてめちゃくちゃダメージ入ると、でガゴ当てて相手があとエレキぐらいなんで、これで頭の上にエレキくると、あーそういうパターンか、オッケーオッケー、全然オッケーですね。で相手今エレキ持ってるんで、これにインドラ出しても端前エレキに潰されるんですよ。なんでめっちゃ奥底に出すのが大事です、相手エレキが持ってる時は。で、まずよいしょ、まあ、これはもう折られちゃってもしゃあなしですね、ここまでいったら。なんで、なんだろう、できるだけ自分のユニットを延命して、よいしょ、延命して延命してギリ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 まで許容して、もうこっからカウンターですよね。もうもうお前許さねえかなって感じで、こういうことしちゃうんだよ俺。よいしょ、これペッカ来たとてインドラでもうバチコリ溶かせちゃうんで、こうなったら止まんないっすね。もうもうお前許さねえぞって感じですねこれ。はい、そうですね、こういうデッキはペッカーにも言えるし、なんだろう、ロイホグ工場デッキにも言えるんですけど、ユーノとかそういう、なんだろう、軽量というか3コス4コスのユニットがいっぱい入ってるデッキって、やっぱり相手の手札を考えて刺すみたいなのはね、そういうのが多いんですよやっぱり。なんでなんだろう、手札までは把握できなくても、そのね、まあ強いカード、例えば強いカードっていうか自分の持ってるカードに対しての強いカード、まあインドラに対してだったら今みたいにエレキだったり、なんでバカ正直によしペッカ来たから端前のインドラで溶かしちゃおうっつってエレキにバーンってやられたらもうどうしようもないんですよ。あれも最後のタワー折ったカウンターも1体目に出したそのインドラとかをね全部延命し続けて、カウンターをね、相手が焦ってそこに出してきたウィザーとかを全部カウンター取って、ああやってね、エリアで取ってカウンターできたんで、そういう、なんだろう、タワーもう無理だと思ったら変に守らず、タワーを許容してね、タワーで許容してあれですね、攻めるのもマジで大事、それがね結構大事ではあるかなって感じですね。って感じで今回、やっていったんですけど、まあね、どうですかね、分かりやすかったかな。まあちょっとでもね、まあためになればなと思うので、まあ、多分ね、見てる人からしたらやっぱ分かってるデッキだったら何回もね同じようなことをそうやって普通にやるよりもやっぱねこうやって解説した方がちょっとは分かりやすいかなと思うんでね。まあこの他のねデッキも、あとなんだろうな、まあ俺はちゃんと解説できる、俺が解説できるのがこういう、なんだろう、神技系のデッキが得意なんで、枯渇とかは普通にできても、ジャイもね結構最近得意になってきたんでね、もうちょっとテンちゃんに教えてもらって上手くなったらね解説もしようかなと思ってます。まあだから迫撃とかクロスはちょっと専門外ですね、ちょっと俺下手なんで、うん、まあそうかな、そんな感じかなって感じで、まあね今日はこのデッキを紹介しました。まあぜひね強いんでね使ってみてくださいということで、今日はこの辺でお疲れ様でした。